帰りなさいませ。依頼がいっぱい来ています。生徒会の皆様のお力をお貸しください。クラト、気をつけて。こいついつものやつより強いわ。リクリエが近づいている影響かもしれません。会長、Sランクモンスターヒカルアネリア来ます。私が攻撃を防ぎつつ引きつけるから、みんなはその隙に攻撃して。分かったわ。お願い、パトイちゃん、行くわよ。待たせたな。え？チンチ登場。誰？邪悪なる者よ、我が闇に抱かれて無に帰るがいい。必殺奥義、暗黒滅竜派。敵の消滅を確認しました。今の技は一体？これが私の我がモノクラウン家に伝わる必殺の聖術、ドラゴンバスター。もといそれをかっこよく解明した暗黒滅竜派だよ。技自体は同じなんだ。でもすごい威力のビームだったわ。私たちが消耗させた後とはね、決めきれてなかった相手にとどめを刺す一撃だもの。学園では見たことない子よね。よくぞ聞いた。我が名はメイプルちゃん。暗黒滅竜なに。いた。もうメイプルちゃん、先生と一緒に進まないとダメだって言ったのに。ちょっとトワちゃん、いいところだったのにネタバレしないでよ。トワちゃん先生、この子と知り合いなの？よかった、ボスモンスターは倒したんだね。彼女はちょっと事情があって、私の家で預かってる子で。我が名はメイプルモノクラウン。魔界よりやってきたクルセイダースの子孫にして、たるリクリエを打ち倒し、新たなる魔王となるもの。その通り。お前のことは聞いているぞ、神聖学園の会長、日の宮クロト。人間界で魔王と噂されている存在、この目で実際に会って確かめようと思っていたけど、悪くない。魔王の座を譲る気はないけど、私のお兄ちゃんとしてなら認めてあげてもいいかな。え？なんて？というわけで、これからよろしくね、お兄ちゃん。あらー、ウルカさんが知ったら。また妹みたいなのが増えた。妹なんて言ったの？私、いらっしゃいです。いや、多分違うと思う。
のこと見ねえ顔だなって。そりゃそうだ。リーナを見て、お兄ちゃん。レディーゴー。お姉さんから判断しましょう。エクスプロイトシュート。ゼロ。私の分身ジャッジメントコード。敵の存亡率拡大。エリエル更新のエールホルン。やっとか。スエリアイルミナイ。超ビーナスエクスカリバー。輝け一番星。ディバイン。これは絆の力。ウルティマコンコルディア。リーダー。セミゴーテッドスラッド。思いの光で闇よりゴーテッドバルス。バウンドノート。エリエル更新のエールホルン。トライエクスプロイトシュート。これが私たちの競争。リボーテッド購入だ。ゲームが散りない一人が来店しました。輝け一番星ディバインスビア。さすがネズミヤイルミナール。再生の魔女のキセル薬プロダクション。リボーテッドスラッド。思いの光で闇を。リボーテッドバルス。バウンドノート。ムリエル更新のエールホルン。トライエクスプロイトシュート。これは絆の力。ウルティマコンコルディア。リーダーランプ。私も戦います。うちビーナスエクスレバー。輝く一番星が好きな2人が来場しますから。リアイルミナール。再生の魔女の奇跡薬プロダクション。リボーテッドスラッド。思いの光で闇を。リボーテッドバルス。バウンドノート。ムリエル更新のエールホルン。ターゲットエクスプロイトシュート。オーバークロック起動。サイバーアナライズ。これは絆の力。ウルティマコンコルディア。リーダー先付きプレイの。ビーナスエクスカリバー。輝け一番星ディバインスビア。素晴らしく。リアイルミナール。再生の魔女のキセル薬プロダクション。ターゲットエクスプロイトシュート。オーバークロック起動。サイバーアナライズ。これは絆の力。ウルティマコンコルディア。リーダー先付きプレイド。先付きプレイド。ラバラッタセリゴーテッドスラッド。思いの光で闇を。リゴーテッドバルス。すごいです。ビーナスエクスカリバー。輝け一番星ディバインスビア。バウンドノート。とっておき出しちゃいます。シンフォニックブラスター。サーナイツの力重い。ヒガセイクリッドアロー。お兄ちゃん。リアイルミナール。再生の魔女の奇跡薬プロダクション。リゴーテッドスラッド。思いの光で闇を。リゴーテッドバルス。トライエクスプロイトシュート。これは絆の力。ウルティマコンコルディア。お兄ちゃん。うちビーナスエクスカリバー。輝け一番星ディバインスビア。さすがです。バウンドノート。とっておき出しちゃいます。シンフォニックブラスト。やっとエリアイルミナール。セリゴーテッドスラッド。思いの光で闇。リゴーテッドバルス。ビーナスエクスカリバー。ターゲットエクスプロイトシュート。オーバークロック起動。サイバーアナライズ。これは絆の力。ウルティマコンコルディア。リーダー。バウンドノート。とっておき出しちゃいます。シンフォニックブラスト。やっとか。ズキズキプレイド。ズキズキプレイド。セリゴーテッドスラッド。思いの光で闇を。リゴーテッドバルス。ビーナスエクスカリバー。輝け一番星ディバインスビア。これが私たちの競争。リゴーテッドコーディング。バウンドノート。とっておき出しちゃいます。シンフォニックブラス。やっとか。リアイルミナール。再生の魔女のキセル薬プロダクション。ターゲットエクスプロイトシュート。オーバークロック起動。サイバーアナライズ。これは絆の力。ウルティマコンコルディア。リーダー。ビーナスエクスカリバー。輝け一番星ディバインスプーン。ランブル。どんなもんよ。そして私も戦います。ランブル。思いの強さなら負けないよ。ズキズキプレイド。セリゴーテッドスラッド。思いの光で闇を。リゴーテッドバルス。サウンドノート。とっておき出しちゃいます。シンフォニックブラスター。エクスプロイトシュート。オーバークロック起動。サイバーアナライズ。私たちの競争。リボーテッドフィニッシュ。見捨てないで、お姉ちゃん。スマートな勝利でしたね。さすがは魔王様。どこまでも。
邪魔いたします。みんな、お兄ちゃんが行きたいところたくさんあるんだ。遊園地に、動物園に、あと映画もいいな。ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。ティーポーズ。抵抗しても無駄だ。ブラックロックファング、手応えありだ。ザ・ウインクシェイド。そこね、ナイトフィニッシュ。いいフォローだ。戸賀先生、ヒーラーから戦闘タイプになったのか、衣装違いです。EX には属性関係なく全員の上げてくれるのいいですね。
蛇つき。やあ、邪魔する。君が蛇つき。やあ、あの日死ん竜つき。命の火は絶やさない。私は名脈の守護者に仕えるもの。ホムラの刃で破滅を断ちます。パブリカ、スルーして全然来ないな。私についてください。あなたも必ずこの世界を救う最強無敵の魔王に育ててあげる。またスルーか。邪魔邪魔リュウミッ。
ぱい来て。しても無駄だ。ブラックロックファンガー手応えありだ。ウインクシェイド。そこね。ナイトビニッシュ。花豪華両乱。花よ集え。天王剣。ウリムリーパーダンス。お姉ちゃんに合わせてミッドナイトキス。オルスターぜ。シェイドハウンドブリッツ。ムリーパーダンス。私が連れて行くね。フィニッシュ。取り囲め。ボルウィッシュバイト。終了まであと5分なのです。レディーゴー！スキーパウス。背中がオルスターぜ。シェイドハウンドブレ手応えありだ。クリムリーパーダンス。私が連れて行くね。フィニッシュ。連れてっちゃうね。パウス。背中がオルスターぜ。シェイドハウンドブレッツ。ムリーパーダンス。私が連れて行くね。クリームプロフィール。ボルウィッシュバイト。フィニッシュ。しても無駄だ。ブラックロックファンガー手応えありだ。いただきダスキーパウス。背中がオルスターぜ。シェイドハウンドブレッツ。インクシェイド。フィニッシュ。シュ取り囲め。ボルウィッシュバイト。しても無駄だ。ブラックロックファンガー。クリームリーパーダンス。私が連れて行くね。クリームプロフィール。ボルウィッシュバイト。ザ・ウインクシェイド。そこね。ナイトビニッシュ。やったわ。
ディーゴー。スキーパンツ。抵抗しても無駄だ。ブラックドッグファング。クリームリーパーダンス。私が連れて行くね。クリームスロム。ボルウィッシュバイト。ザ・ウインクシェイド。逃がさないわよ。シャドーストローク。さすがそこ連盟の舞。いただきスキーパンツ。フィニッシュ。抵抗しても無駄だ。ブラックドッグファング。大砲火両乱。クリームリーパーダンス。勝機を逃しません。国境の一戦。抵抗しても無駄だ。ブラックドッグファング。クリームリーパーダンス。私が連れて行くね。クリームトリコクメ。ボルウィッシュバイト。ザ・ウインクシェイド。そこね。ナイトビーニッシュ。やったわ。しても無駄だ。ブラックドッグファング手応えありだ。ザ・ウインクシェイド。そこね。ザ・クマイモン。ナイトレイドハグ。クリームリーパーダンス。ザ・クマイモン。クリームお姉ちゃんに合わせてミッドナイトキス。わっ、ふにゃーいかれ梅の舞。ザ・クマイモン。炭染めの舞。いかれラスキーパンツ。抵抗しても無駄だ。ブラックドッグファング。舞を放火両乱。勝機を逃しません。ザ・クマイモン。国境の一戦。フィニッシュ。だけど勝つまで諦めないよ。魔王は何度だって立ち上がるんだから。抵抗しても無駄だ。ブラックドッグファング。クリームリーパーダンス。私が連れて行くね。クリームトリコクメ。ボルウィッシュバイト。花王か両乱。花よ集え天王剣。お見事。いただきダスキーパンツ。抵抗しても無駄だ。ブラックドッグファング。ザ・ウインクシェイド。そこね。ナイトレイドハグ。クリームリーパーダンス。トリコクメ。ボルウィッシュバイト。フィニッシュ。抵抗しても無駄だ。ブラックドッグファング。クリームリーパーダンス。私が連れて行くね。クリームトリコクメ。ボルウィッシュバイト。ザ・ウインクシェイド。そこね。ナイトレイドハグ。実力的な舞。一匹登場します。炭染めの舞。いただきラスキーパンツ。抵抗しても無駄だ。ブラックドッグファング。大砲火両乱。クリームリーパーダンス。私が連れて行くね。クリミモップのフィニッシュ。
パンス。抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンガー、手応えありだ。ウインクシェイド、そこね。ナイトレイドハグ、ミューリーパーダンス、私が連れていくね。クリームお姉ちゃんに合わせてミッドナイトキス。いただきダスキーパンツ。抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンガー、豪華両乱、花よ集え、天王剣取り囲め。ボルウィッシュバイト、レフメイの舞、ピッピッ登場します。炭染めの舞かから、ミムリーパーダンス、ちょっと逃しません。国用の一戦、ダスキーパンツ。抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンガー、手応えありだ。いただきダスキーパンツ。抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンガー、ウインクシェフィニッシュ、取り囲め。ボルウィッシュバイト、背中がお留守だぜ。シェイドハウンドブレッツ、ミリーパーダンス、私が連れて行くね。クリームプロヘル、ボルウィッシュバイト、ザ・ウインクシェイド、そこね。ナイトレイドハグ、豪華両ラブ、フィニッシュ。お姉ちゃんに合わせてミッドナイトキス。魔王参上、レディーゴー。ダスキーパンツ、抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンガー、手応えありだ。クリームリーパーダンス、たくないもん。クリームプロム、いただきダスキーパンツ。抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンガー、ウインクシェイド、取り囲め。たくないもん。ボルウィッシュバイト、わっ、豪華両乱、華やくない、天王剣、クリームリーパーダンス、痛くないもん。クリームプロヘル、ヘルダ、奥義二千本桜、わっ、レフメイの舞、痛くないもん。炭染めの舞かから、お見事ね。痛くダスキーパンツ、すごいわよ。クリーパーダンス、痛くないもん。クリームプロムヘル、暗黒メスリア、魔王のもとにデヒオンズフィーバー、暗黒メスリア、エターナルフォーラー、クリームリーパーダンス、痛くないもん。クリームプロム、クリームリーパーダンス、フィニッシュ、痛くないもん。私が連れて行くね。クリームプロムヘル、いいフォローだ。悔しい、だけど勝つまで諦めないよ。魔王は何度だって立ち上がるんだから。パンツ、抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンガー、クリームリーパーダンス、私が連れて行くね。クリームプロム、取り囲め。ボルウィッシュバイト、花、豪華両乱、花よ集え、天王剣、まあ、ごめん。ちょ、ダスキーパンツ、抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンガー、ウインクシェイド、そこね。ナイトレイドハグ、クリームリーパーダンス、取り囲め。ボルウィッシュバイト、レフメイの舞、一匹登場します。炭染めの舞かが頑丈ですね。豪華両乱、フィニッシュ、咲き誇れ豪華絢爛、すごいわ。
ゼロ、初音ミクが好きな一人が来場しました。レディーゴー。スパウス、抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンが手応えありだ。ウインクシェイド、そこね。ナイトレイドハグ、ビューリーパーダンス、私が連れて行くね。クリームプロお姉ちゃんに合わせて、ミッドナイトキス、クリームリーパーダンス、私が連れて行くね。クリームプロム、黎明の舞、一匹登場します。炭染めの舞いかがラスキーパウス、抵抗しても無駄だ。ブラックロックファンガー、豪華両乱、花よ集え、天王剣、クリームリーパーダンス、私が連れて行くね。クリームプロムヘル、逃しません。国境の一戦、フィニッシュ。パウス、抵抗しても無駄だ。ブラックロックファング、クリームリーパーダンス、私が連れて行くね。クリームプロムヘル、ボルウィッシュバイト、ザ・ウインクシェイド、そこね。ナイトレイドハグ、いい感じね。黎明の舞、一匹登場します。炭染めの舞いかがラスキーパウス、抵抗しても無駄だ。ブラックロックファング、舞王家両乱、クリームリーパーダンス、勝機を逃しません。国境の一戦、いただくラスキーパウス、背中がお留守だぜ。シェイドフィニッシュ、お縄に突き上がれ。パウス、抵抗しても無駄だ。ブラックロックファング、クリームリーパーダンス、私が連れて行くね。クリームプロムヘル、ボルウィッシュバイト、ザ・ウインクシェイド、逃がさないわよ。シャドーストローク、いい感じね。黎明の舞、一匹登場します。炭染めの舞いかがラスキーパウス、ゼロ、あやかし、抵抗しても無駄だ。ブラックロックファング、豪華両乱、花よ集え、天王剣、クリームリーパーダンス、私が連れて行くね。クリームプロムヘル、逃しません。国境の一戦、ウインクシェイド、そこね。ナイトビニッシュ、実にプリティだ。途中まで見ちゃうか。じゃあ改めて紹介するね。
コは魔界からやってきたメイプルちゃん。年齢はアナちゃんと同い年で、1週間前に道で日倒れてたところを私が拾ったんだ。行き倒れてた？お腹が減りすぎて動けなくなっちゃったんだよね。そこをトワちゃんに助けてもらって、今はトワちゃんの家に居候させてもらってるんだ。ということは学園に所属する生徒ではないのね。うん、でも私は魔王になるために人間界へ来たから、できれば聖騎士になりたいって思ってるんだ。そういえば確かクルセイダースの子孫だっておっしゃっていましたね。そう、私のご先祖様は3000年前に魔王と一緒にリクリエと戦った伝説のクルセイダースの一員だったんだよ。私の実家モノクラウン家は代々魔王の血を引く者の片腕として仕えてきたからね。魔王の血を引く者？私の生まれ故郷は魔界の大敗都市キュリオス。そこを滑る皇妃コーレイが魔王の子孫だよ。公にはされてないけどね。それってフィーニスの塔で聞いた名前だわ。まあもっとも血を引いているだけで、実際は自己中でひどいやつだよ。自分の領地さえ守れればそれでよくて、リクリエの最前線である人間界に来ようとか微塵も思っていないんだよ、コーレイは。私はあんなやつが魔王だなんて認めないし、パパやママのように使いたいとは思えない。だから家出してきたんだ、私が本当の魔王になるために。うむ、メープルさん、一つ気になるのですが、いいでしょうか。魔界から人間界へ来たのは大交流でということですよね。うん、そうだよ。ですが、ダーゴシエロは誰でも自由に通れるわけではありません。一度に移動できる人数も限られています。移動できる人や物は事前に決められているんだものね。いろいろと許可が必要だし。はい、なのでメープルさんがどうやって人間界に来たのかが気になりまして。それについてはあんまり大きな声じゃ言えないんだけど、どうやらメイプルちゃん船の積み荷に紛れて密航してきたらしくて。それってかなりまずいんじゃ。魔王になるためには時に綺麗事じゃ済まないこともやらなくちゃいけないんだよ。なるほど、聞かなかった。メイプル、あなた大胆なことするわね。とりあえずそのことについては学園の上層部に相談中なので、生徒会の皆さんこれでお願いします。でもデスランクモンスターを倒せるほどの誠実が伝えるなら、クロトの会長権限で新生学園の生徒として迎えればいいんじゃないかしら。リクリエと戦うために必要な人材だからってことにすれば、日光のことも許してもらえそうじゃない？学園の生徒にしてもらえたら、私は喜んでリクリエと戦うよ。お兄ちゃん、なんで？クロトが言うなら仕方ないわね。メイプル、クロトに認めてもらえるように頑張りなさい。やはりモンスターを倒して実績を上げるしか。メイプルちゃん、それはダメだってば。言ったでしょ、学園に登録されていない聖術スパイがモンスターで戦うのは危ないから認められてないんだって。とりあえずみんなでカフェテリアにお茶しに行かない？メイプルちゃんと仲良くなりたいし。いいわね、メイプルにはまだまだ聞きたいこともあるし。確かに一息つきたいかも。帰ってきてそのまま話し始めちゃってたしね。
ちょうど和菓子を食べたい気分になってたところです。ねえ、気になってたことといえば、メープル、あなたの口調、アステラで出会った時となんか違くない？ん？ああ、今はオフモードだからね。オフモード？あの時は眼帯をつけてたでしょ。それにより自分の中に眠る魔王の人格が目覚め、強大な力を行使できるようになるんだよ。そうなの？まさか二重人格というやつ？まあそんな感じかな。こらこら、嘘言わないの。あれは単純にカッコつけて魔王っぽい口調で喋ってただけでしょ。ああ、なるほど。つまりそういう…あらあら、メイプルちゃんはそういうのが好きなのね。あ、どういうこと？ヘレナさんが時々不思議なことを口にするのと同じ感じかと。なるほど、理解したわ。いわゆる思春期にかかる病的なやつってことね。思春期の生に？よくわからないけど、魔王を目指す者として威厳は必要でしょ。ならば自身の理想の姿を追い求め、それを実践するのは必然。私は我が魂の導きに従ったまでのこと。私としては隊長をなんでお兄ちゃんって呼ぶのかも気になるんだけど。それもまた運命だからだよ。実際に会って話してビビッときたんだよね。魔王と噂される存在で、私と対になるライバル、そして年上の男子。それはつまりお兄ちゃんと呼んでも過言ではないと。わかるわ。私もメイプルちゃん見てると可愛くて自分の妹に欲しくなるもの。いや、サーシャちゃんにはソフィアちゃんがいるよね。ただお兄ちゃんとは呼んでも魔王としては認めたわけじゃないから、そこは勘違いしないでよね。今回のリクリエを打倒し新しい魔王となるのはこの私なんだから。それに私は魔王の秘伝であるアルケインコードを知っている。なんかメイプルちゃん曰く、魔王だけが使うことのできる技らしいんだけど、詳しいことは教えてくれないんだよね。秘伝だからね。それを私が自分で使えるようになったとき、名実ともに時代の魔王として君臨するというわけだよ。ふふん。とにかく今日から私たちはどっちが真の魔王になるか競うライバルってこと。だからちゃんと覚えておいてよね、お兄ちゃん。それに先生は聖騎士としての年季が全然違う。
え、会長くんとは10年以上違う、先生はそこまで年取ってないから、永遠のプリティーガールだから。ふふん、さっきの発言は可愛いとわちゃん先生の冗談として、実際は聖騎士として戦うために勢力制御をうまくならざるを得なかったって感じかな。私の勢力は得意体質の影響か、極端に回復寄りの性質でね、人一倍うまく制御して反転させないとそもそも攻撃性術すら使えないんだよ。でもどれだけ勢力制御がうまくなったところで、強力な攻撃性術を持つ人たちには劣る。例えば S ランクモンスターにとどめをさせちゃうメイプルちゃんとかね。私がそれくらい強い聖騎士だったらよかったんだろうけど。召喚に応じ魔王メイプル誕生。お兄ちゃん来たよ。私に話したいことって？終了まであと5分なのです。話したいことがあるの。30分延長しました。え、とわちゃん？会長くんにも同席してほしかったから、こういう形を取らせてもらったの。単刀直入に聞くけど、メイプルちゃん、この1週間で何回か無断出撃してるよね。う、現場に駆けつけたプリマステラの子たちからメイプルちゃんがモンスターと単独で戦ってるのを目撃したって報告が複数上がってる。この前も危険だからダメだって注意をしたはず。でも聞き入れてもらえない。だから私だけじゃなくて会長くんからも注意してもらおうと思ったの。ねえメイプルちゃん、なんでそんな無茶をするの？先生何度も説明したよね、単独での戦闘がどれだけ危険かって。学園所属のプリマステラは自己判断でモンスターと戦闘する許可が与えられている。でも他のプリマステラと協力して複数人でことに当たるのが基本なんだよ。そのために学園から与えられる変身アイテムのセレスティアには GPS 発信機能がついていて、モンスターとの戦闘に突入した際、自動で周囲のプリマステラに協力要請シグナルが出されるようになっている。だからもし周囲に人が少ない場所でメイプルちゃんが想定外の強さのモンスターに遭遇した場合、そのまま誰にも気づいてもらえず一つのミスで死んでしまう可能性だってあるんだよ。それは注意されたから慎重にモンスターの力を測るようにしてる。そういうことじゃなくて、そもそも分かってる。モンスターがリクリエが危険なものだってことは。だって私は本気でリクリエと戦うために家出までしてきたんだから。私はリクリエを倒して新しい魔王になると覚悟を持ってここに来たの。それだけ本気ならメイプルちゃんはまだ若いんだし、一度魔界に帰って親御さんを説得してきなさい。先生からも推薦状は書いてあげるから。その上で改めて正式に学園に入学すれば。バカにしないで。私はモノクラウン家の次期当主として魔界に現れたモンスターとの実戦経験がある。その上で流星四国の現状と比べればいかにリクリエの波が迫ってきているのかくらいわかる。この先2回の大交流を挟んで戻ってくるのが約半年後？それでリクリエに間に合うってトワちゃんは本気で言ってるの？
結局トワちゃんもパパやママと同じ、私の言うことなんか話半分にしか聞いちゃいないんだよ。トワちゃんには行き倒れてたところを助けてもらった恩がある。でも私にだって譲れないことがある。私は魔界に帰らない。大人が何と言おうと私は魔王になる。私にとって魔王は憧れの英雄だから。モノクラウン家の先祖は3000年前、魔王の片腕として隣で彼を支え続けた。だからモノクラウン家には魔王の活躍を記した日記が残ってるの。私は両親から魔王の英雄譚を聞かされて育った。だからこそ許せない。世界の危機が迫っているのに地獄に引きこもっている高齢も、それを見て見ぬふりして正そうとしないパパやママたちも、そんな人たちを説得してから出直してこいって何十何百回と訴えてきたよ。それがダメだったから家出してきたの。ごめん。謝るくらいなら私に聖騎士の資格をちょうだい。ちょっと熱くなっちゃったから外で頭を冷やしてくる。私先生失格だね。今日この後一緒に飲みに行きましょう。え？マリオ、こんなところで待ってたりしてどうしたの？聞きました。居候のメイプル様との間でトラブルがあったのでしょう。どこでそれを？会長様がトワのことを心配して私に相談してくださったんですよ。会長君が。なるほど、それは確かに失言でしたね。私はメイプルちゃんの家庭事情を詳しく知っているわけじゃない。それにメイプルちゃんの気持ちを軽々しく考えてしまった。そりゃ私の通意を聞いてくれるわけないよね。上辺だけの言葉なんだもん。ドアは彼女の夢に対してはどう思っているんですか？応援したくないのか、応援してあげたいのか。夢、メイプルちゃんが魔王になりたいっていう話？ええ、夢でしょ。メイプル様にとっては自身の追い求める理想、憧れの英雄なのですから。正直魔王を目指すって夢は荒唐無稽だと思ってる。でもそれを本気で叶えるためにメイプルちゃんがここに来たんだってことはよくわかった。その諦めないで夢を追う気持ちを私は応援してあげたい。だけど先生として彼女の背中を押すことが本当に正しいのかわからない。だって今のメイプルちゃんは昔のあの時の私と被るんだもん。なるほど、だから学園に入学させることをためらっていたんですね。潜在能力はすごいよ。クルセイダースの子孫だって言われて納得しちゃった。現状でもすぐプリマステラになれるだけの力がある。
だけど心持ちが危うすぎる。メイプルちゃんを見ていてよくわかったよ。あの時の自分がマリオンたちからどう見えていたのか。マリオンだったらきっと実力で言うことを聞かせるんだろうね。あの時みたいに自分に勝てたら好きにすればいい、でも自分が勝ったら言うことをちゃんと聞くことってさ。そうでしたね。ただ仮にトワが私と同じ力を持っていたとしてもそうはしないでしょ。え？トワ、あなたは賢い、そして心優しい。当時人形のように無機質な性格だった私に、他人と関わる楽しさを、誰かを思いやる心を教えてくれたのは、ちょっと離席しますね。あなたです。戻りました、ショボーン。言うことを聞かせられるだけの力を本当は持っている。今はあの時よりもさらに強くなっていることでしょう。それでも力を使わないのは私や周りを悲しませないためでしょう。マリオ、もしかして気づいてたの？気づきますよ、親友ですから。隠れながらもいつかのために勢力制御の鍛錬を欠かさず続けてきたのでしょう。ごめん、約束を破って。いいえ、私にも隠し事はありますから。トワだって気づいているでしょう。
からお愛子です。結局私自身が半端なんだよね。だからメイプルちゃんにちゃんとした言葉を言えないんだ。私が大人になりきれていないから。みんなそういうものですよ。矛盾を抱えながらも大人になろうと大人のふりをして、そうやって取捨選択しながら大人になっていくんです。だからトワが今なりたいと思う先生になればいいと私は思います。私がなりたいと思う先生？私はトワに出会えたから今の自分があるのだと思っています。だから自信を持ってください。昔生徒会のみんなとよく冗談で言ってましたけど、トワならいい先生になれるって今は心から信じていますよ。みんな逃げろ。ここは魔王メイプルが引き受ける。行くぞ我が眷属アルザード。くらえ闇の黒き刃、クラウンデスパレード。よし、数は多いけどそんなに強い奴はいない。これなら私一人でもみんなの避難が終わるまで戦える。メイプルちゃん、トワちゃん、悪いけど私はこのまま戦闘を止める気はないよ。まだ周囲の人たちの避難が十分じゃない。誰かがここに残ってモンスターを引きつけておかないと。メイプルちゃん、あのね、え、何？辺りが急に暗く？この感じ、まさか。ここってアステライトの内部？なんでいきなり？アステラがちょうど私たちが立っていた場所に発生したんだよ。レアケースだけど、過去にはいくつも事例がある。高層ビルを丸ごと取り込むように発生したりとかね。でもこれはその中でもかなり運が悪い。ここはおそらくアステラの中心部。な、何あのモンスター。これまで学園で確認されたモンスターのデータは全部覚えてる。でもこのモンスターは知らない。新種？うん、しかも間違いなく強い。トワちゃん、私たちここは逃げるべきだよね。絶対に突っ込んじゃダメ。生徒会はここにたどり着くまでひたすら逃げ回るの。いい？わかった、今回はちゃんと言うことを聞くから。メイプルちゃん来るよ。うん、you
ね。逃げ切れない。このモンスター早すぎる。ありがとうございます。ライズオーバーブーストはじゃないな。私の自動回復の出力を広告極限まで引き上げる。ありがとうございます。そうすることで体の限界を無視して勢力を引き出す技なの。簡単に言うとドーピングみたいな感じだから、こうして反動がある。ちょっとでも勢力制御を誤ると回復のしすぎで体の細胞が壊れちゃうの。学園を卒業してから10年以上も勢力制御を磨き続けて、それでやっと1分。とは私の勝ちです。約束通り生徒会長の権限を持ってその技の使用を禁じます。あとちょっとだったのに。あと数秒、制御がうまくいっていれば。ええ、お疲れ様。あ、わずか1分にも満たない間に私の分身が全滅させられるほどに。ですがダメです。使うたびにそんな血まみれの事象を繰り返す技は生徒会長として、いえ
友人として感化できない。でもやっとマリオンとみんなと一緒に戦えるようになる方法を見つけたのに。トワは自身だけでなく他者にも長時間の持続性を持つ自動回復をかけることができる。それだけでも十分すぎる能力です。いらっしゃいです。私はとは お願いだからその技はもう使わないで。ごめんなさい先生。メイプルちゃん、私が先生の言うことを聞いて一人でモンスターと戦おうとなんかしていなければこんなことにならずに済んだのに。今回のはメイプルちゃんのせいじゃないよ。仮にメイプルちゃんがいなくても先生は現場に駆けつけてアステラの発生に巻き込まれてたと思うし。でも私がいなければ先生は技を使わずに済んだかもしれない。本当は分かってたの、自分のわがままだって。私が世界を救う魔王になるって言った時コーレイには笑われてパパとママには無理だと言われた。悔しかった。私の憧れる魔王という存在までバカにされたみたいで、何もせずに諦めることがどうしてもできなかった。血を引いているから魔王になれるんじゃない、世界を救う英雄が魔王と呼ばれるんだって証明したかった。トウ先生、わがままで困らせてごめんなさい。わかるよ、私もずっと今も諦めきれないでいるから。え、私の聖騎士としての適性は回復聖術でも、周りの子たちが強い聖騎士ばかりで自分も一緒に戦えるようになりたいってくだらない憧れを抱いちゃったの。それを諦めきれずに考え出したのがさっきのライズオーバーブースト。自称を免れない危険な聖術だった。親友から使うなって言われてたのに、わがままを通して使い続けて使用禁止まで言い渡されたのに、今もまだ諦めきれないでいる。自動回復の得意体質も同じ。卒業してから勢力制御を鍛錬し続けて、本当は自分の意思でオフにできるようになったのに、いろいろ理由をつけて結局できずにいる。私はまだ聖騎士でいたいんだよ。しかもできればまだ強くなりたいとまで思い続けてる。つまりは先生もまだ大人になりきれていないんだ。諦めきれないんだよ。みんなと一緒にリクリエと戦うことを。だからメイプルちゃんが諦めきれないなら先生が応援する。魔王になる夢を応援するよ。だから一人で戦おうとしないで。メイプルちゃんと一緒に戦おうとしてくれる仲間はちゃんと周りにいるから。この声、お兄ちゃん？ほら、助けに来てくれた。お兄ちゃん！これであとは、アステラから脱出するだけ。あれ？先生、どうしたの？ボスモンスターは倒したはずなのに、アステラの崩壊が始まっていない。え、
嘘でしょ、まだ生きてるなんて。30分延長します。アルケインコード、それはでもまだ使えないって。うん、今の私には使えない。だからそれを今からお兄ちゃんに託す。モノクラウン家の伝承聖術を使う。行くよお兄ちゃん。モノクラウン家は代々アルケインコードの一つを伝承し続けてきた。親から子に、そして魔王の血を引く者へと。ここはその伝承を行う精神世界。ここでの時間は現実では1秒にも満たない。だから落ち着いて聞いて。今から渡すアルケインコードは魔王と仲間の絆が試される力。仲間との間に絆がなければそもそも発動しない。そしてこの技は魔王ではなくその仲間に力を与える。だから今この場でお兄ちゃんが力を与えられる相手はトワ先生ということになる。え、私？先生にも理解しておいてもらわないといけないから呼んだの。え、でも会長くんとの絆って私で大丈夫なの？仲は悪くないと思うけど先生と生徒の間柄だし。言いつつもなんか乙女なリアクションになってるよ先生。え、そんなことないよ。確かに会長くんはかっこいいなって思ったりすることあるけど、それは今まで恋愛経験が全くなかったから反射的にときめいちゃってるだけだから。大胆なカミングアウトだね。あ、思わずとんでもないこと言っちゃった。とりあえず先生の方は思ってたより大丈夫そうとして、あとはお兄ちゃん次第かな。そんなに改まってどうしたの会長くん。お願いがある。勢力制御教えてほしい。うん、先生でよければ喜んで教えるよ。いつも時間を取らせて申し訳ないって。そんなこと全然気にしなくていいよ。生徒を教え導くのが先生の仕事だからね。というのは建前、本当は会長くんが午前試合でヴィーナスちゃんに勝ったあの日、私も負けたくないって思っちゃったんだよね。そう、私も聖騎士としてもっと強くなりたいって。
ったから。会長くんと一緒に訓練することができて実は嬉しかったんだ。アルケインコード確かに伝えたよ、お兄ちゃん。うん、いつでもいいよ、会長くん。これは戦闘服が進化した。お兄ちゃん、本当にこれが魔王の力、アルケインノバエクストリーム。ある、会長くんを通してすごい力が流れ込んでくる。自動回復、変化、進化して、体に常時ライズオーバーブーストがかかってる。自動だから制御も必要ない。これなら多分ライズオーバーブースト。体から勢力が満ち溢れてくる。やっぱりそうだ、今の姿なら反動のないライズオーバーブーストを二人にも付与することができる。先生が二人を勝利に導く。だから一緒に戦おう、メープルちゃん、会長くん。うん、先生。先生、怪我はもう大丈夫？うん、調べてもらったけどどこも異常ないみたいだよ。新しいフォームに変身した時のライズオーバーブーストで全開しちゃったみたい。二人の方はどう？私も怪我してた足も治ってピンピンしてるよ。それならよかった。いけるって感覚があって二人に付与したけど、万が一不備があったら問題だしね。先生、改めてなんだけど、今回のこと迷惑をかけてごめんなさい。ん？ああ、無事に帰ってくれた安心感で忘れちゃってた。そうだったね。でもメイプルちゃんは自分の問題点を認めて反省することができた。だからきっとこれからは大丈夫。そうでしょ？うん、意地になって一人で突っ走るのはもうやめる。だけど先生、私はその上でやっぱり魔王を目指したい。お兄ちゃんみたいな仲間を信じて一緒に戦う魔王に。そっか、なら先生もメイプルちゃんに謝らせてほしい。え？ごめんなさいメイプルちゃん、先生はあなたの家庭事情を詳しく知っているわけじゃないのに、家出は良くないと勝手に決めつけてた。あなたがどれだけ本気でここに来たのかを考えずに、大人の責任感だけで諭そうとした。メイプルちゃんの気持ちと本気で向き合えていなかった。ごめんなさい。
から改めて言わせてほしい。私はメイプルちゃんが本気ならその夢を応援したい。今回の新種モンスターの強さからも分かる通り、リクリエがそこまで迫ってきていることはもはや明白。そのことも考えて、次の大交流ではメイプルちゃんのご両親に手紙を送ろうと思う。メイプルちゃん本人の希望もあり、学園の聖騎士として迎え、共にリクリエと戦うことになりました。そして彼女の保護者代理として新生学園教師有明とわが責任を持って面倒を見ますってね。先生って感じでどうかな、会長くん。お兄ちゃんありがとう。じゃあメイプルちゃんが学園に転入できるよう上に掛け合ってみますか。あの先生ん？学園に通うようになったら住む場所が必要だよね。あーそっか、確かにね。まだ案内してなかったけど、新生学園には寮があって、私そのトア先生が嫌じゃなければなんだけど、今のまま先生と一緒に住んじゃダメかな。先生と一緒の暮らし、お姉ちゃんができたみたいで楽しかったから。いいよ、メープルちゃんが気に入ってくれたならこれからも一緒に住もっか。うん。改めてこれからもよろしくね、先生。お兄ちゃん、じゃーん、おはよう。ありがとう。実は正式に新生学園への転入が決まって、制服が完成したから見せたくなっちゃって。あとはお兄ちゃんに伝えたいこともあってね。我からお兄ちゃんにいつも10話あった気がするけど、今回8話で終わりの雰囲気だ。アルケインコードの発動、実に見事であった。ゆえに我レイプルモノクラウンはお兄ちゃんを今代の魔王として認める。だが我が信じる魔王とは血を引くか否かではなく、そのあり方を示し世界を救うもの。ゆえに魔王は必ずしも一人である必要はない。我は魔王になる夢を諦めたりしない。すなわち我は今日より魔王の妹となることをここに宣言する。すなわち兄弟魔王の契りを結び、共に魔王道を歩むということだ。というわけで一緒に頑張っていこうね、お兄ちゃん。Thank you.
きみたい。流星が三つの世鬼の血と傭兵鬼の血鬼の血蛇使い。はい、こっちの姿でお呼びでした。教会の守護天使マグダレナ、リトルホームで降臨です。愛の力で世界を守っちゃいますよ。なんでこっち、バラバラ。おいしい。ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。今回も限定じゃないだろうから、こんな感じで今後のガチャスルーできてくれるだろう。本当なら特攻ある時に来てほしいけどね。ちなみにアンケはやりました。どうせ要望を書いても通らないだろうと思いながら、ガチャで貯まる交換用のをガチャ期間終わった後、スターピースにしてほしいって書いてみた。ということで、この辺りで終わりますね。来場者数38名様、来てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ギフトありがとうございました。広告ありがとうございました。お疲れ様です。